まだ始まりました。マテさんチャンネル。さあ、今回ですが、地町以下だと大企業就職は困難は本当見えない学歴フィルターの存在という記事見ていきたいと思います。ビジネスジャーナルの記事ですね。はい。近年の就活市場において、大企業に就職できる学生は、ある偏差地帯の大学群を境に限られているという指摘も出ている。まあ、これはよく言われてますよね。まあ、実際あったっていうのをね、動画にしたこともありました。その一つの基準が、地町、学習院、明治、青山学院、立教中央法政だ。地町の偏差地帯は、日東駒線、日大、東洋、駒沢専修よりも上、早慶上理、早稲田、慶応上智、東京理科大よりも下とされており、このラインが大企業の人事の選考基準、いわゆる学歴フィルターと化しているというのだ。まあ、これについてはね、いろいろありますね。上智に関しても動画出しましたけれども。例えば、5月29日付の現代ビジネスの記事では、一橋大学名誉教授野口さんがこういった実情を裏付ける理論を語っている論説だった。はい。野口氏によると、日本の年間の大卒就職者の合計は約50万人で、そのうち従業員1000人以上の大企業へ就職できるのが年間約7万人なのだが、これは G マーチや東大、京大、一橋、東工大、早慶、上理、関関、同立、関西、関西学院、同志社、立命館の合計卒業生である約10万人より少ないとのこと。つまり結果として大企業への就職は上記大学の卒業生だけで占められるというのである。ちょっとそれは結論付けられない、結論付けられないと思いますけど、それが被ってるかどうかは分かんないじゃん。このように G マーチ以上の学生しか大企業に就職をできないという現実は存在するか、今回は大学ジャーナリストの石渡氏に話を聞いた。あからさまな学歴フィルターを公言する企業はありませんが、大企業へ就職する学生の数の多さを見ていると結果的には存在しているかと思います。まあ自分自身も存在していると思ってます。はい。そう考えられる要因には主に2つありまして、1つは適性検査の存在です。適性検査には性格検査と能力検査がありますが、そのうち能力検査は数学や国語などの能力を測る試験であり、大学のレベルによってで点数が大きく変化します。その際に企業側の及第点の点数を獲得できるのが G マーチ以上の学生であることが多く、逆にそれ未満の偏差値帯の大学生は低い点数を取る傾向にあるんです。そうでしょうね。それは本当にだって勉強しないもんとまあだからさ、ほらよく言いますよね、 SPI とかさね、こういうのの対策しなきゃとかってやってる人いますよね。二つ目は二度手間フィルター。近年は就活解禁の時期まで企業主催のセミナーやインターンシップを自由に行えなくなりつつあり、企業が就活サイト上に先行して新卒採用の準備を行えなくなっています。そのため企業は学生がリクナビやマイナビなどの就活サイトを通じてエントリーした際に企業のマイページや SNS に登録するよう促す。これを私は二度手間フィルターと呼んでいます。そうなんだ。多くの学生にとっては面倒でやらないことでしょうが、 G マーチ以上の学生は就活に対する情報感度が高く、とりあえず登録しておく割合が高いです。そうなんだ。そうなると企業主催のセミナーや説明会の情報を入手しやすく、登録していない学生と差が出てしまうのです。この2つの理由で結果論として G マーチ以上の学生が大企業の選考で残りやすいのだと考えられます。そうなんだ。へー。二度手間フィルターの初めて聞いたな。さらに G マーチ以上の学生が重宝されやすいのは間違いではないと石渡氏は指摘する。 G マーチ以上の学生に特別にこだわりがあるわけではないかと思いますが、 G マーチ以上だと社内の賛同は得られやすいでしょう。選考時 G マーチないし2等コマ線未満の偏差値の大学生は採用しないのに無駄な時間を使っていると他部署から批判される可能性もあり、基本的に人事部は採用に前向きではありません。あ、そうなの。へえ。これは入社してからも一緒で、仮に入社した人間が戦力しては微妙でもG マーチ以上の学歴であれば優秀だと思ったけど仕方なかったねと、 G マーチ卒という肩書きを免罪符に責任を免れることができます。ところがそれが G マーチ未満の学生であった場合、だからやめとけって言ったのにと苦言を呈されてしまう恐れがあるわけです。悲しいなそれ。 G マーチ以上か未満かだけでこれほど印象が変わってしまうのなら、学歴に対する人々の先民意識というのはある意味深刻なのかもしれない。まあありますよね。 G マーチ未満の大学でも大企業へ就職できるのか、一方の就活自体も G マーチ以上をそれ未満の学生で意識に差があるという。これは私が見てきた学生の傾向ですが、 G マーチ以上の学生は就活へのモチベーションが高いです。基本的に勉強もサークル活動も両立させ、 1,2 年生の頃から就活を意識して行動する学生が多いですね。
ジマチ以上だけではなく、ニット駒線や三金交流、京都産業大、近畿大学、江南大学、龍谷大学も同じような学生が多めです。ほんほん。ただ、それ未満の偏差値帯の大学は、就活のモチベーションがジマチ以上のクラスの学生と互角なのは、肌感で1から2割程度。残りは大企業狙いと豪語しつつも、就活にあまり手をつけずエントリーないし、書類選考を適正検査で落ちているイメージがあります。そうだね。書類選考もあるからね。また、ジマチ以上の大学ほど、就活に有利な土壌が整備されている面もあるという。ジマチ以上の大学では大企業へ就職した卒業生の情報がサークルやゼミを通じて入ってきやすいです。その通り、これは。現在は個人情報保護の時代ですので、OB 名簿を公表しない企業も多いですが、学生間で就活に関する情報は受け継がれているでしょう。そうね、OB とのね、つながりとかもよく言われる、見た会最強とかって言われますね。また、企業、金融機関や、業界団体主催の寄付講座が、ジマチ以上の大学で多数開催されている事実も無視できません。寄付講座とは企業団体の社員がリレー形式で行う産学連携の講座、学生が社会を知るキャリア講座という形式をとっていますが、実質的には新卒向けの早期セミナーとなっています。なるほど。そのためお得に就活情報を吸収しやすいんですよ。そういうのがあるわけですよね。全く使わなかった、私は慶応というものを。一切就活しなかった。大企業へ就職しやすいジマチ以上の大学では、次なる大企業内定者を出すための再生産の仕組みが整っているだろう。ところでジマチ未満の偏差値の大学の学生でも大企業に就職しやすい例があるのかも気になるところだ。地方国公立大はたとえ偏差値はジマチ未満だったとしてもあまり関係なく大企業へ就職できる学生が少なくないですね。地方国公立大は共通テスト5強化、5強化受験という大学が置く適正検査のスコアも私大生より高めなので、企業側が抱く国立大へのイメージは悪くありません、また特定業界に強い伝統学部も場合によって大企業への就職はしやすいです。一例ですが、日大の理工学部は土木建築業界、立正大学地球環境科学部地理学科は観光業界に強く、業界から評価も高め。いた、これ友達いたわ、ここ立正大のこの学部学科。なんか3回受けて入ったっつってたな。あの1年になんか3回受け入れるかなんかで入れてくれたっつった。毎回毎回受けてたら。ニッチな分野をしっかりと専攻し、特定業種にて能力を発揮できるというのはしっかりとした強みなんです。そして近年では IT 系学部学科の躍進が凄まじいです。これはずっと言われてるよね。 IT 業界では2010年代から人手不足が深刻であり、 IT 大手の企業でも G マーチ未満の IT 系大学は無視できない存在になりつつあります。偏差値や志願倍率も上昇傾向にあり、例を挙げますと東京情報大学の総合情報学部は倍率が2010年に 1.4 倍だったのに対し、2021年は 4.0 倍に上昇しています。同系統の学部は全体的に偏差値が5から15ほど上がっており、 IT 系学部を取り巻く状況は大きく変わりつつあるのです。ジマチ以上の大学は大企業とのコネクションが深いなどの理由で、明確な学歴フィルターはなくとも、結果的にフィルターが働いたような採用結果になる。ようだ。とはいえ、ジマチ未満の大学出身者であっても、自分の専攻や興味関心突き詰めれば、大企業への就職という一発逆転も夢じゃないだろう。ってことは、さ、裏を返したらさ、専攻が全然なんか普通の平凡のものだったら無理よ、みたいになっちゃわない？ちょっとそんな風に聞こえちゃったんですけど。はい。皆さんはどう思われますか？これですね。ぜひコメント欄でお聞かせください。行きましょう。ありがとうございました。Thank you for watching.